パパでーす。スバでーす。今日はパパがキックボクシングの試合に出まーす。はい。はい、実は、来月2月4日に与那原で行われる静かにしてちょっと書き溜め、琉球書き溜めし81というプロキックボクシング大会にパパが出場します。イエーイ。はい、じゃ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 ーん。ちょっと待って、はい、これでございます。はい、これでパパどこにいるでしょうか。ここ、うん、ここここここ、はい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 、これでございます。はい、これでございます。はい、ノーガード小野寺です。これがね、2月4日、琉球書き溜めし81なんですが、15時開始の、3時開始の第3試合です、パパね。対戦相手誰でしょうか。サメッチさん。正解。対戦相手は、サメッチ選手です。はい。はい、東京の方から来てくれるみたいで。そう。そうそうそう。パパはね、もう沖縄で強すぎて相手がいないので、東京の方から、沖縄で相手が見つからなくて東京の方から来てくれるみたいです。はい。はい、で、これをね、パパはね、しっかり勝ってやるんですが、今回パパは23戦目。これってベルトかけてる？ベルトかけてんの。絶対勝ってんの？絶対勝つよ。パパが、チャンピオンで、パパは35歳以上の兄貴バトルっていうのがチャンピオンなので、はい、はい。パパがチャンピオンで相手が挑戦者。サメッチ。サメッチやってやるよ。パパこれ23戦目でね、ベルトがかかってるんで、しっかり勝とうと思います。はい。はい、で、これツバ、どうする？応援に来てくれる？どこ？与那原体育館。どこだよ！なんですが、実は、もうチケット完売しています。あ、そう。見れない。そんな早いの？なので、はい、配信があるので、配信で応援してください。はい、いい、うん、見てちゃんと応援してよ、パパのこと、うん。で、この配信が、2500円で、購入できますので、もしよかったら、このね、チャンネルをご覧の視聴者さんも、購入して、応援してもらえればと、思います、はい。はい。よろしくお願いします。で、このチャンネルが、12月、先月12月に3000人超えたんだよね。うん、そう、3000人、12月の段階で2940人で、あと60人で3000人超えるから12月中に3000人になればいいなと思ったら、1週間で超えちゃったんだよね。うん、で、どこ行った？神の島。そう、神の島。久高島に3000人記念、突破記念旅行をしましたね。はい、で、実は今日、3500人突破してます。うん、すごすごいよ。めっちゃすごいよ。もう500人増えちゃった。1ヶ月で。早っ。めっちゃ早いじゃん。うん、このペースだと、次4000人、もうすぐ超えそうなので、4000人超えたらどうする？どっか行く？どっか行くってね、パパ考えたんだよね。今冬だし、4000人。で、4000人行くとしたら今冬だけどさ、3月とか4月になりそうじゃん。でも1ヶ月で500人増えてんだよ、今。だったら3月か。うん。2月か3月でしょ？今何月？今1月だから。あ、今1月か2月だと思ってた。だからさ、パパ考えたんだよね。いちご狩りに行かない？行きたい。でしょ？沖縄でね、いちご狩り行けるみたいだから。そう。うん、内地の方では何回か行ったんだけどね。うん、沖縄では一回も行ったことがないので、4000人突破したら、いちご狩りにツバを連れてきましょう。はい。二人で行きましょうね。うん、はい。というわけで、今日は、この琉球書き溜めし81のサメッチ。パパはノーガード小野寺っていう名前でございます。はい。はい。ぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで、じゃあ、またね。